の中で段取りになってるから気持ちいいってなんで立ち上がったの、なぜあっちで行くのか、そしてでもやっぱ言おう、だからここで言うてええんか言わんとこかって思ってるわけよ、一ディレクター。やっぱり一休さんのこと好きになってきた、でもやっぱりディレクターとしてはダメなんじゃないか、結婚もしている、あでも押さえつけられへん、ここでおったら俺言ってしまおうと思って立つ、あかんやっぱ言われへん、じゃあそんななんでそっち行くって立つ言おうかなってなる、ちょっと入れろ感情入れろって、上べりで芝居すんなここで芝居すよね